てっていう形で、まあ、美術が好きで、で、まあ、英語が嫌いということで、まあ、文法がごちゃごちゃしちゃうっていうことだったんですけど、まあ、どの辺がごちゃごちゃするのって聞かれたときに何て言ったか、2年生の時のホワイトスクールでスキーが出てたんですね。そういうような思い出になって、まあこれいいんじゃないでしょうかね、うん、あとそうですね、あとじゃあいい、もう一つ二つ聞いていいですか、うん、じゃあ長所と短所